とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しい装備入手してます。使っていきましょう。これですね。丈夫なシェルカー防具です。どうなんだろうね。見た目はそんなにかっこよくはないぞ。スキルは、まず、モブに狙われやすくなる。そして、敵の発射物をそらす変更か。で、これがね、良さそうなんだよね。囲まれた際に受けるダメージが少なくなる。おー、良さそう。そして、ユニークスキルが、近くの敵にシェルカーの弾を発射する。です。で、黄金スキルでは、影化中に追加の魂が得られる。っていうやつ。うん。まあ、とりあえずのやつなんで、エンチャントは微妙です。特にいいのは、入ってないね。うん。まあ、今回は、この囲まれた時に受けるダメージが少なくなる。これをね、検証したいんだよな。ということで、敵の多いここ、行ってみましょう。では、どんな感じだろうね。あー、ちょっと待って、防護が消えてから突撃するか。うん、どうだろう。めちゃくちゃダメージ軽減できてるなら、使えるよね。うん、まあ、見た目はともかく、使える防具っていうのはいい。で、シェルカーの弾っていうのも気になるんだよな。どんな、あんまり撃たないぞ。撃った。はい。なるほどね。なるほど。浮かせるのか。でもまあ、そうね、雪玉がついてるのと変わらないぐらいと思うから、いいんじゃないの？よし、じゃあちょっと攻撃受けてみよう。来なさい。いや、痛いには痛い。痛いじゃん。痛いよ。ちょっと待って。これでどうだ？あ、いや、痛い。アミュレットつけても、全然痛い。はい。あ、なるほどね。なんか分かったぞ。囲まれた時に、罰って出たから、あれだね。ダメージを軽減するんじゃなくって、一定確率でダメージを受けないんじゃないの？もしかして。うわ、危ない、痛い。死ぬ。いやー、まあ、おまけ程度に思ってた方がいいのかな。囲まれた時に軽減するやつは、そんなにね、強くはないかもしれない。あまり過信しない方がいいと思うね。まあ、おまけ程度で考えてるといいかな。ダメージは全然食らうから。まあ、シェルカーの弾っていうのが、無難に強いかも。無難に。役に立つね。まあ、発射する間隔は結構長いね。雪玉は2秒ぐらいに1回、1秒か？そのぐらいに1回発射するけども、シェルカーの弾はね、全然発射されない。5秒に1回ぐらいかな。そうか、それもまあ、そうね。おまけ程度な感じか。ちょっと今使ってみてる感じでは微妙かな。なんか若干微妙な気がする。そこまでダメージ軽減はないね。はっきり言って。そうね。
もうなんだろう、30% 軽減の方が全然ダメージを抑える気はする。うん、いやまあとりあえず倒してみましょうか。結構微妙だな。あー、できなかった。まあいいか、倒しましょう。うん、ダメージはもうほぼ普通に食らうよ。ほぼって食らうから、これは俺としてはあんまり使う気はしないかな。見た目もそんな好きでもないしね。うん、能力値も若干微妙なんで、今のところ使う気はしない。ああ、もうちょっとね、囲まれた時にガキガキガキンってこう思いっきりこう弾いてくれたりしたら最高だったんだけどね、言うほどないっていう感じだね。攻撃の強化もないし、防御力アップも数値的にはついてないんで、あまりよろしくない。うん、そうだね、もうはっきり言ってそうです。今日はこれ使ってみました。丈夫なシェルカー防具。ちょっと期待してたのよね。囲まれた時のダメージがガンガン減るのかなと思いきや、そんなに変わらない気がする。たまにバツってダメージが全く入らない時もあるけど、ほんとそれたまになんで、それならば 30% 軽減が入ってる防具の方がいいのかな。そしてシェルカーの弾も、雪玉ぐらい頻繁に出てくれればよかったけど、5秒に1回ぐらいなんで、ちょっと使いにくいです。で、変更もレベル1じゃなかなか跳ね返さないから、まあ、外れ防具で間違いないでしょう。シェルカーの防具。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。